いらっしゃいませ。こちらがリビングです。お茶入れますね。あ、いえ、お構いなく。ああ、お仕事中でしたか。妻は自宅で出版関係の仕事をしてましてね。谷村さんはアイランドキッチンを考えてるそうだ。どうですか、使い心地は。動きやすいですよ。子供たちもよく手伝いをしてくれるようになりました。もうちょっと収納が多かったらなとは思うんですけどね。なんてことをいつも愚痴で聞かされてます。階段をリビングの中に入れることで2階とのつながりを出すことができます。まあ、下から呼べば子供たちに聞こえるぐらいの距離感を大事にしてます。入るぞ。こんにちは。じゃ。へえ、いいお部屋ね。へえ、サッカーやってるの。頑張ってたんですけどね、膝痛めちゃったんです。あらあら、かわいそうに。みやび、入るぞ。どうぞ。こっちの部屋も素敵ね。ああ、高校受験。はい。邪魔しちゃってごめんなさいね。どこ受けるの？一応京徳女学院受けようと思ってるんですけど。特女、優秀なのね。頑張って受かるといいね。ですね。子供の成長は考えておいた方が良さそうですね。10年後20年後を見通して細かなところまで設計できるのも注文住宅の強みです。浴室もご覧になりますか？ぜひお願いします。我が家の浴室は天然の石を張ってるんですよ。へ、まあ、ちょっと冷えやすいんですけどね。どうぞ。出かけるの？ちょっと。消えた息子にかけられた殺人容疑。もう一人死んでるかもしれないって。あいつは人に何かできるような男じゃない。お父さんはただしが殺されててもいいって言うの？そんなこと言ってんじゃない。愛する息子は殺人犯か、それとも被害者か。父は犯人じゃない。ただ生きててほしいだけなのよ。家族の思いに涙する。バカ野郎。望み